大陸法とは、英米法から見た場合の西ヨーロッパ大陸で発展、採用された法系を言う。直訳すると、市民法。大陸法内し大陸法系は、西ヨーロッパで発展し、ヨーロッパ大陸諸国で広く採用されるに至った法系である。日本も、明治維新の際に採用し、東アジア諸国にも広まった。大陸法の起源は、ローマ法にある。 ローマ法はもともと、ローマ市民にのみ適用される市民法であったが、ローマ帝国の発展、拡大に伴い、ローマ市民と外国人、外国人同士の取引に適用される万民法を生み出した。ローマ法においては、市民としての一個人が個人として尊重され、個人の意志から出発し、法主体間の平等を基本とする司法を中心とした法体系が発達したのである。 西ローマ帝国滅亡後の西ヨーロッパでは、ゲルマン民族が元来有していたゲルマン法が適用されるようになったが、東ローマ帝国では、従前の通り、ローマ法が適用され続けた。もっとも、西ヨーロッパでも南フランスなど一部の地域では、ゲルマン法と混交したローマ法である非属法が適用されていたが、両方の混交の濃淡の程度は本域により異なっていた。 やがて、西ヨーロッパでは、ローマ法と共に古代ローマの文化遺産は忘れ去られ、審判や決闘による裁判が、主流の時代が続いたが、6世紀に東ローマ帝国のユスティニアヌステンが編纂した、市民法大全の学説遺産の写本、いわゆるフィレンツェ写本がイタリアにおいて再発見されたことを端緒に、ボローニャ大学でローマ法の研究が始まり発展すると、 ヨーロッパ全土から留学生が集まり、そして大陸諸国で大学が次々と設置されて研究されるようになった。当時の大学はローマカトリック教会とは切っても切り離せぬ関係にあり、ローマ法の研究成果は教会法の発展を促し、ローマ皇帝の持った立法権がローマ教皇の立法権を理論づけることに成功したのである。中世末には、 ローマカトリックの教会法であるカノン法はカトリック信者であれば適用される普遍性を有する一般法の概念を成立させ発展させた。このようにして西ヨーロッパ大陸ではローマカトリックの権威を背景にローマ法が広く受け入れられるに至ったのである。そのうちでも最もローマ法に忠実なのはドイツであると言われている。著名な法学者としては スコラ哲学の演疫法を使って法を体系化することにより実用性に難点の多かった注釈学派に変えて後期注釈学派を発展させたイタリアのバルトールスでサクソフェラートがいる。近代大陸法の重要な提唱者にはドイツのアルトゥージウスが挙げられる。その理論はカルバン主義の契約神学に立脚した自然法論であり、 君主による先制支配については抵抗権、当時のドイツの身分制議会を背景とした間接民主主義、また君主の持つ主権を国民全体に帰属させる国民主権、連邦主義を認めた。社会契約、自然法を中心とした社会の構成を唱えた点は予定説に疑問を呈したオランダのグローティウスの理論とも共通しており、 王権や絶対主義を掲げるフランスのボダンとは対立した。こうした間接民主主義による立法制度の誕生に対し、17世紀には住民発案や国民投票などを重視するスイスのような国も生まれ、ルソーなどの提唱により、古代ローマ共和国に始まる直接民主主義による立法、行政制度も広まることとなった。 ドイツの間接民主主義理論の流れは、ティボーやサビに、真剣政治に疑問を呈し政党政治を提唱した、ブルンチュリなどに引き継がれた。日本国憲法には、国民投票を認めた項も含まれている。民法の分野では、江藤新平やフランスのボアソナードの提唱により、フランス法に基づいた民法が交付されたことがあるが、ホズミ・ノブシュゲラと対立し、施行されないまま廃止された。 世界各国の法体系。大陸法は水色系、英米法は桃色系の色で塗られている。また、アメリカ合衆国のカリフォルニア州やテキサス州も英米法系ではあるものの、大陸法の影響を残す。ありがとうございます。